PKP ペチェネグは、ロシアの汎用機関銃である。名称は、東欧の遊牧民ペチェネグ人に由来する。ペチェネグは PKM の後継として2001年に採用され、PKM と同じ 7.62EX54 メートル MR 弾を使用する。特殊な空冷重心によって、命中精度を高めると同時に、連続射撃時間と有効射程を伸ばしており、 ロシア連邦軍の将来不評システムである、ラトニクの構成要素として採用されている。ペチェネグは、構造、機構、小準機や重傷といった多くの点で、PKM と類似しており、PKM 用の三脚も利用できる。また、PKM に比べ重量は増えているものの、汎用機関銃としては、比較的軽量な部類である。PKM との主な相違点は重心にあり、 戦闘中の重心交換を想定していない。ルイス系機関銃のものと同じ原理の空冷カバーが重心に被せられており、冷却空気はカバー後部に開けられた長丸形状の穴からカバー内に入り、重口から噴出する創薬の燃焼ガスによって生じる圧力差の作用でカバー内を前進して重心を冷却した後重口周囲の小穴から前方へ放出される。 重心本体の外周には表面積を増やすためのリブが加工されている。また、重心の加熱によって生じる影楼から、いての視界を確保するためのバーが固定、キャリングハンドルから重心へと接続しているほか、サプレッサーを装着することができる。一方で折りたたみ式の2脚は、重光近くに固定され移動できないため、PKM に比べ、青部深くが取りづらい欠点がある。 ペチェネグ SP は一部に、シタン合金を使用し、ピカティニーレールや、折りたたむこともできる、伸縮式重傷、追加の重波を採用しているのが特徴で、特殊部隊向けに配備が進んでいる。ありがとうございます。